Amazon のページこうやってピューってこう動かしてもらって、一番右端なんか裏面みたいな。こんにちは、谷口幸太郎です。こんにちは、谷口幸太郎です。本日は、Amazon アウトレットで本を爆買いしたので、そのレビュー動画を撮ろうと思います。まあ、レビューってほどではないんですが、Amazon アウトレットっていうのは商品ごとにコンディションが書いてあって、ダストカバーに傷とかそういうのが書いてあるんですが、書いてあることと実際どれぐらいの傷なのかっていうのが買う前に結構気になるところだと思います。で、私も自分でかなり気になったところだったので、実際に買ってみて、本当に届いた商品がどんなぐらいの傷なのかっていうのを紹介する動画を作ろうと思います。ただあくまで一例なので、傷のつき方は商品ごとによって異なると思うので、あくまで参考程度に見てもらえると幸いです。20冊以上買ってるので、で実はこの今撮ってる動画、これもうほとんど撮り終えてるんですよ。ちょっと説明させていただきますと、最初ここで開封動画の形式で撮ってて、でそしたらパソコン の, ソフトがちょっと固まってしまって、30分以上撮ってた動画がもう消えちゃったんですよね。もうひどいんですけど、40万ぐらいしたパソコンで3万ぐらいしたソフトで撮ってて、こんなこと起きるんだっていう感じで、もうかなりショックだったんですが、まあショックからちょっと立ち直って、逆に昨日ですね、買ったばっかりのスマートフォン用の三脚を使って、本の紹介動画は撮りました。なので安心してくださいって感じなんですけど、ただスマートフォンの今度 SD カードがいっぱいになっちゃって、あと何冊か残してちょっと止まっちゃったんですよね。だからまあちょっとこのパソコンに戻ってきて結局最初から撮ってるっていう感じです。なのでこの後スマートフォンで撮った動画にちょっと切り替わります。じゃあ続きはスマートフォンで撮った動画の方見てください。どうぞ。簡単に買った時の値段とコンディションと、あと実際の本の状態を見比べていく動画にしようと思います。まあこれ新品同様って書いてたんで、まあこれは別にいいかちなみに1300円でした。大体2600円ぐらいのやつ、半額ぐらいでしたね。じゃあ早速1冊目、僕新幹線に乗ったんだ、686円で買いました。カバーに中程度の損傷、ダストカバーに中程度の損傷。カバーにね、どこ何冊かボツになったというか、保存されてなかった動画で撮って結構何冊か見たんですけど、ありましたこのレベルでっていうのかなり多いですね。カバー取ってみよう。全然傷ないですね。めっちゃ綺麗です。じゃあ次、うっかり魔女とチチンプへ、516円。カバーに大きな損傷、メディアが含まれていない場合があります。カバーに大きな損傷、ただカバーついてない本っぽいんですよね。だから表紙ってことなんだろうか、それかカバー本当はついてるけどなんか破れるなりしてついてないのかなっていう。ちょっとなんか擦れたような跡はありますけど、これのことなのかっていう。もう全然ね、反射させないと分かんないぐらいの跡はありますね。本屋さんで普通にこう撮ったら普通にありそうなレベルですよし、じゃあ次、ブルドーザーのガンバ、407円。カバーに大きな損傷、背表紙に大きな損傷、ページ部分に小さな損傷。ブルドーザーのガンバ、カバー、これちょっとまあ広がった感じありますね。反射させるとちょっと擦れたような傷は見えますけど、ページにも損傷って書いてましたね。全然綺麗なんですがむしろ今私が折っちゃいましたよこれどこページに損傷って、どれ、どこのことなんだ、どこにあるんだ、わかんねえ全然わかんない。じゃあ次いきます。歌の絵本、885円。ダストカバーに大きな損傷、まあ、関連するメディアが含まれていない場合があります。わ、なんか定型文なのかな。ただついてるのとついてないのありますね。なんでしょうね、チラシが入ってないとかそういうのなんですかね。なんかアンケートはがきとかついてますけど、そういうのが入ってないかもって話かもしれないですね。でダストカバーに大きな損傷、カバーに損傷、これかな。確かになんかシワ寄ってますね。全然すごいな
なるほど。いや、こんなの本屋に普通にありますよね。工事の車621円カバーに大きな損傷、これかな。確かにまあこんなとこね、子供を読むとき全然関係ないですからね。あ、こんなんなってんの。何これ面白い。なかなかうちの子にはかなり好きそうな絵本です。次いきます。働き者の除雪車ケイティ404円、ダストカバーに中程度の損傷。いやいやいや、どこ？これ？もうね、だんだんね、なんか探すのがアホらしくなってくるというか。ああ、こういう感じの話か。なかなかいいかもしれないですね。青い目の子猫705円。カバーに小さな損傷、ダストカバーに中程度の損傷。この辺？もうね、こう、もう、なんというか、これハードカバーなんで、なかなか、すごい新品感ありますね。開くのが結構硬いというか、めちゃくちゃ綺麗です。いや、全然本屋で買ってきたレベルじゃん。本屋で買ってきたレベルじゃんっていう感想しか出てこない。かわいそうな象676円。背拍子に大きな損傷、ダストカバーに大きな損傷。やべ、あ、なんかちょいちょい、あ、これか。これあの撮影が止まった開封動画で、あらかじめ撮ってたので、これ最初から破れてました。ただもちょっと今もっと破っちゃったかもしれないですけど、この辺ぐらいまでは破れてましたね、もともと。まあこれはあれですね、確かに破れてんなっていう感じ。だからまあ贈り物とかにはちょっとひどい商品かもしれないですけど、ただカバーしか破れてないので、全然大丈夫です。多分こう、なんかどっか引っかかったんでしょうね。本はね、あれのこの中の情報に価値があるので、これただのメディアというか、まあね、こんなところが破れてようが価値は全然下がっていないので大丈夫っていうところですね。文章量的には読み聞かせはできそうですけど、内容が難しいので将来読ませるのにいいかなということで買ったやつです。銀河鉄道の夜988円、カバーに大きな損傷。大きな損傷って何？大きな損傷って何っていう中身が破れたりしてんのか、なんかくぼんでる。全然大きな損傷に感じませんが、これは難しそうだな。これは将来用ですね。おやすみなさいお月様、717円でダストカバーに大きな損傷。おやすみなさいお月様、あー、これ、この擦り傷でもこれ肉眼では全然気にならないというか破れたりとかはしてないかな。ちょっとこうなってるくらいかな。カバー取ったら全然全く問題ないですね。うちの子には読み聞かせは普通にできそうな本です。白いウサギと黒いウサギ、691円、カバーに大きな損傷。あー、確かにちょっと折れてるかな。まあこの本は結構贈り物で買われる本みたいなんで、確かに贈り物としてはさすがにこれこう届いてちょっとあれっていう感じかもしれないですね。子供にとっては多分ここはそんなに重要じゃないというか、こう毎回同じ話してますけど、こういう風にしてみると普通の新品の本と変わんないんじゃないでしょうか。文章量的にもうちの子でも読めそうな本です。子供刺繍ワクワク792円でカバーに中程度の損傷、ダストカバーに中程度の損傷。カバーとダストカバーの違いがようわからんが、これあれですね、表紙がないタイプですね。表紙というか、あ、表紙じゃないや本のカバーがついてないですね。
だからこれは確か直に傷ついてるのかもしれないけどどこに傷ついてんの。もうねさっきからね、あこれか、なんかちょっとあるな。まあこんなもんですね。あこれだけ全然いいぞこれ。キラキラ532円、カバーに中程度の損傷。いやこれ中程度なのか、今までの中程度より結構大きいような気がしますけど、でもこれだけですよ。これちょっとこうめくれてる感じですね。 あとこれか、こういうとこなんかこんなになってると。あちょっと角がへっこんでるかな。まあ別にこれ余談ですけど、ここ角とんがってるとうちの子前この角が顔に当たってほっぺたに傷がついたことがあって、なのでちょっとあまりにとんがってる時は私角わざとぶつけて丸くしてるんですよねだからあの角が丸いのも私あんまり気にならないという感じですね。あ雪の結晶のね本綺麗ですね。これは自然界が作った模様なので、その分子の並びですよね。これはなんかすごいですよね。これを美しく感じるっていう何か深いというか人間は何を見て美しく感じるのかみたいな、で分子の並びを見て美しく感じるというこの不思議さ、何が言いたいって感じですけど、なかなか面白い本です。さよなら三角また来て四角711円、ほぼ新品。これほぼ新品だそうですいやなんかだんだんあれになってきたぞ、細かい傷あるんじゃねえかっていうこのまあただほぼ新品ですね。これもうほぼ新品とね、あのカバーに損傷のね違いがもうよく分かんなくなっちゃうっていうね。カバ君の1日状態、カバーに小さな損傷、708円。まあこれはあの他の本はだいたい半額近かったんですけど、この本はそんなに半額まではいってないですね。400円ぐらい安くなってます。でこれ、あこれめっちゃ綺麗じゃん、いいね、おいい感じ。この本は結構図鑑みたいな使い方ができるので、あと文章量もそんなになくてちょうど良さそうです。というかこれの別のシリーズもう一冊持ってまして、それが結構良かったのでこれも良さそうですね。カバ君の一日、あいうえ王様、これ有名な本ですね。結構普通に買ってる人多いんじゃないでしょうか。これ私本屋さんで買うかめちゃくちゃ迷って買わなかったやつです。だから見つけたらもうやったって感じでしたね。カバーに小さな損傷、ダストカバーに大きな損傷、631円、すごくないですかこれ。まあ1200円ぐらいの本なんで半額ぐらいですね。で、あこういうとこ、これかな。いや本当ね、本屋さんで見てたらね、こんなの全然傷のうちに入らないと思いますね。結構うちの本は本屋さんで買ったのが半分以上あると思うので、まあ Amazon で買ってるのも多いんですけど、結構本屋さん子供連れて行ってなんか買って帰るみたいなパターンが結構多いので、本屋さんで見たらもうこれぐらいの傷は普通についてますよね。てかつかないわけないですよね、こうやって売ってんだから。いや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 、もうねここまで見てね、あの皆さん思ってると思いますがね、アマゾンアウトレットめっちゃいいじゃんって思ってると思うんですけどね、いや私もそう思うんですけどね、だからあんまり人に教えたくなくなってきますねじゃあ、次いきますか。春にれ、背表紙に小さな損傷、ダストカバーに大きな損傷、どこ、背表紙さっぱりわからん。背表紙、背表紙ってここですよね全く傷が見当たりませんが、本の中身、あこういう本か、あ字がないタイプか、あめっちゃ綺麗、あいいですねこれ。なんか
素晴らしい本です、なぜどうして図鑑740円で、カバーに小さな損傷、背表紙に損傷、ページ部分に小さな損傷、ダストカバーに大きな損傷、大きな損傷どこ、大きな損傷、あれ検品済みって書いてるな、どこが大きな損傷、大きいってなんだ、大きい小さいがねよく分かんなくなってくる、これかな、擦り傷みたいの、でも全然反射させないと分かんないですからね。あ、中身はこんな感じか。カバー取ると寂しい本ですねこれカバー取って使う派なのでここカラーにしてほしかったっすね。なかなか良さそうです、小さい子向けの図鑑として良さそうです。すいません、これ新品で買いました1個ちょっと混ざってます。え、全然これあるじゃん、こういうねえ擦り傷、これ返品したらこれがアウトレットになるのかもしれないですね。こういうのが気になる人が傷あるじゃねえかっつって返品したら、これがそのままあのコンディションに書かれるのかもしれないですね。傷ありみたいな、その傷ありで返品されたみたいなそういうなんかプロセスがあるのかもしれないですね。今まで見てきた本と大して変わんないけど、これは新品で買いました。まあ、救急車の本です。これめっちゃ好きそうですね。うちの子は車の絵本とかすごい好きなん で最近救急車すごい好きなのでこれいいですね。魔術師キャッツ776円で、大きな損傷、小さな背拍子に小さな損傷、背拍子か、ああまあ こういうのか、この辺か、どこに傷あんのこれ、中身か、あーん、確かにちょっとなんか、確かになんか角から落とした感があるなでもそれぐらいですね、支障ない気がしますね。全然この外側のカバーなんで、この厚紙のとこなんで、まあ、確かにカバーつけたまま読む人にとっちゃこれはこんなんなってるとちょっとカバーすごい邪魔な感じがありますね。綺麗な絵ですがちょっとうちの子に早いかなただ何が受けるか分かんないんで、あの機関車トーマスとかちょっと難しいかなって思ったんですけど、うちの子めっちゃ好きなんですよね。次いきます。バスでお出かけ686円、カバーに大きな損傷。この本はもともと買ってあげようと思ってた本だったので、見つけた時はかなりラッキーっていうか、やったちょうどいいのあったと思いましたね。これのシリーズ、この作者マセナオカタさんの絵本はうちの子はすごい好きなので、作者買いですね。まあ、作者買いで Amazon アウトレットで見つけたのでもうちょうどよかったという感じです。で、何でしたっけ、カバーに大きな損傷、まあ、これか、これでしょうね。もう大体パターン分かってきましたね。大体これですね、これこれが気になる人は Amazon アウトレットは多分使えないですね。ただこれ気にならない人はもうっていう、これで半額すごいな、おい、本の半分の価値がこれでなくなるっていう、すごくないですか。いや、めっちゃ好きそうです。何これ、こう夜景っぽくなる、面白い、結構クリスマス向けの商品っぽいですね、こういうとこが。次いきます。電車の旅、532円、カバーに大きな損傷。532円って安すぎ。カバーに大きな損傷、カバーに大きな損傷も何も帯付きだけどすごいな、おい、どこ、これ、これか、もうね大きな損傷らしいですよ。中身じゃないでしょうね。いや、カバーだもんね。全然大丈夫です。中身大丈夫。カバーぐらいね。え、めっちゃお買い得じゃん、これ。これもさっきの、バスでお出かけと、同じ作者の方が書いてるやつで。
作者買いみたいな感じです。まあ好きでしょうっていう感じですね。次行きまして、ガラス目玉の金の角のヤギ788円。ダストカバーに大きな損傷。この絵本ももともと気になってて、ただちょっとね、暴力的なところがあるかなっていう、その本の内容ですね、ちょっと大丈夫かなっていうところで買ってなかったんですけど、ただ本屋さんで見たことなかったんで中身も見たことないんですが、まあ、ちょっとあれかな、長いかな、ちょっとうちの子にはちょっと早いかもしれないっていうか、ちょっとよれってんな、なんかこれ本よれってるな、気になるな、なんか波打ってんな、ちょっと気になる。ダストカバーに大きな損傷、まあ、こういうとこがちょっとめくれてるっていう程度ですね。カバー外せば全然普通に本屋さんで買ったのと変わんないと思います。このよれが気になるところです。何でしょうね、この変なよれ、しけってるというか、逆に、で戻ってきましたが、途中で止まっちゃったんですよね。で4冊ぐらいあるんですけど、十分見ましたよね。まあ、ちょっとこれはコンディション紹介しないですけど、大体全部半額ぐらいで買いました。はい、気にならない。気になりません。はい、全然気になりません。ということで、Amazon アウトレット、全然気にならなかったです。あ、待ってよ、これ。角がへっこんでますね。まあでも、よく見ないと気にならないぐらいですし、ちなみにうちにある絵本です、これ。新品で買いました。わかります、これ。これわかります。これもそうですが、こんなになってます。クーピーで、なんか書き込んでるしねっていう。ね、家庭用で使うには、贈り物では微妙かもしれないですけど、絶対ボロくなるんで、こんぐらいで半額とかすごすぎでしょ。ということで、Amazon アウトレット、かなりお買い得だと思います。以上です。バイバーイ。